じゃあチャンネル桜北海道です。えー、本日のキャスターを務めます澤田です。よろしくお願いいたします。えー、本日は今日のピックアップニュースということで、えー、いくつかのニュースをピックアップして解説をしていきたいと思っております。えー、それではまずはチャンネル桜北海道からのお知らせがあります。えー、チャンネル桜北海道は同民による同民のためのインターネット放送です。 常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますのでご支援のほどよろしくお願い申し上げます、えー、チャンネルさくら北海道を支えてくださる方を募集しておりますチャンネルさくら北海道は大企業や組合宗教団体などから一切支援を受けておりません北海道民国民一人一人に支えられて日本の国益を根底にした番組を制作しております、えー、他のテレビ局では報道されない 北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます、えー。具体的な支援の方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者、広告主として毎月一口1万の会費を頂戴しております。何口でも可能です。毎日月曜から金曜まで。 7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします広告はご不要という方も大歓迎ですまた月々のご支援以外にも単発でのご支援も承っておりますホームページにもご支援方法を載せておりますのでどうぞよろしくお願いを申し上げますえそれでは早速始めたいと思います、えー、まずは あの最初のピックアップニュースとして、まあ、一番今問題になっている、えー、チャイナウイイルスによる肺炎ここれがままままだだ収まってきてきいいいないということうであります、えー、イギリスのです、ね、テレグラフそれのコラムニストチーフコラムニストのコン・コフランという方はです、ね、この中国の対応に関しまして被害者であるかのようなメディアキャンペーンを展開し 数万人を超える人命が失われている世界的な公衆衛生上の危機を作った責任から逃れるのみならず第二次世界大戦以来の最悪の世界不況を招いているということを言っておりますそしてその後にですね、えー、これはもう日本にも本当に我々が考えなければいけないことではあると思うんですが中国との経済的結びつきによるメリットに目がくらんできた。 欧米のの政治家たちのナイギリうう、えー、スの、えー、テレグラフのチーフコメンコラムニストがなかなかやはりしっかりとしたことを言ってるなというか要するにこれは中国が悪いどこが悪いというよりもです、ね、我々がまず中国を相手に金儲けをしようというような魂胆の中でこのグローバリズムを進めてきたそれから北海道であればですね観光 客として中国の方々に入ってもらおうということで進めてきたということですこのこと自体が悪いとは言えませんけれどもこのことにが要するにこのような結果を生んできたということを我々はやはりここでもう一回学ばなければならないとそのように考えます。イギリスではでは、ね、今早くも会社それから組織を守るとというようよななことで補助金なり、 お金のを出してきてきいますけれども未だにまだ日本は個人に10万円という形だけでなかなか組織それから会社というようなことにですねあのお金を出すようなことにはなっていないということなんです今は本当に危機だということで安倍首相も第3次世界大戦であるということでどこかの対談で述べていたということであります。しかしか本当に第三次世界大戦であれば この国のトップがこのような対応でいいのかどうかもう一度安倍首相には考えていただきたい。えー、危機というのはですね、えー、ギリシャ語のクリシス決断とということなんです要するに危機の時にはまずは決断をしなければならないこの決断が安倍首相には本当にできているんでしょうかとう30万円を出すと言いながら結局は10万円のところに落ち着くこの10万円 もうですねまだ来月からどのような形で配るのかというような話まで出てくるこのような中でですねヨーロッパまたアメリカではもう3回目のような3回目ぐらいのですねお金が国民に出てくるそれも先ほど言いましたがイギリスでは会社を守る雇用を守るというような姿勢の中でお金を出してくる個人に出すということではなくてそれを守ることがですねやはり経済がもう一度復活するときに 大切な会社組織が残っているということなんだと思います。このようなことを我々はやはり日本人も考えて、そのようなお金の出し方をしていかなければ、この今の現実、経済状況では、この日本の企業がかなり疲弊するというか、本当に倒れてしまうという状況になろうかと思います。このあたりもですね、先ほども言いましたが、危機というのは決断の時ということです。安倍首相にはしっかりと決断をしていただいて、そして、 覚悟をを持っったたた行動を取っていいだきたい第三次世界大戦がテレビゲームの中での問題ではなくて本当の現実の社会なんだということをです、ね、安倍首相にはもう一度理解をしていただいてリーダーシップを振るっていただきたいとかように思います <music> え続きまして、えー、JR 北海道の問題に関してちょっと述べたいと思います。 えー、北海道新聞のです、ね、社説の中で JR 北海道が新型コロナウイルスの感染拡大による運行本数の減少に対応し来月から社員の2割を一時休ませる一時利休を行うことを決めたということですで、法日外国人客の激減など,でなどで3月の鉄道運輸収入は前年同期のほぼ半分まで落ち込んでいると。 それで国の雇用調整助成金を活用し賃金を維持する一時帰給の実施はやむを得ない措置だろうということが考えていますえ JR 北海道本当に北海道の,です、ね、あの交通インフラの中でえ北海道の発展とともに北海道の歴史とともに歩んできた JR 北海道が本当に今、まあ、存亡の危機にあるということになっています。え北海道の産業例えばです、ね、最初はエネルギー石炭を 北海道から本州の方へ送る、それも全部 JR 北海道北海道鉄道が担ってきたということです、えー、大きな役割を果たしてきたこの鉄道が少しずつ消えていくそして、えー、この間も2日前ですか札沼線の北海道医療大学から新十津川までの線が廃線になったこのようにしてどんどん寸断されながら JR 北海道がどこまで我慢我慢でき、そして維持できるのかという問題がこの北海道にとって交通インフラの大きい問題であろうと思います、えー。交通網としての鉄道、この鉄道はですね、えー、その輸送の問題だけでなくてですね、まあ、輸送の問題で言えば先ほど言いました石炭、それから北海道のこの食料ですね、農産物や海産物も全部この国鉄によって鉄道によって 内地まで送ってきたと。その他にもですね、例えば高倉健のポッポ屋や駅というような形で映画に使われるというか文化的な場所である、まあ人のですね出会いまた別れそのような場所であるということで映画にはたくさん使われてきています。えー、僕はですね、あのー、高校三年生の時ですか、ひまわりというソフィアローレンとそれからマルシェルマストロヤンニの 主演であったひまわりという映画が結構好きでというかあの音楽がですねヘンリー・マン・シーニーの「ひまわりという音楽が好きで少し哀愁のある音楽であ,あの映画ではもうミラノの駅がかなり舞台として使われるというそしてやはりあの中であの駅の存在がなければですね飛行場での別れとかですねそういうようなことよりはやはり駅でそして列車で別れていくという姿がですねやはり文化的にもなかなか情緒があるというような気がします。 あの映画は本当に「ひまわり」という曲もですね、えー、本当にいい曲でちょっと哀愁のある曲であっていまだに思い出があるということで、えー、やはりこの鉄道ならびに駅を守るということはですね一つの文化を守るということでもあるとそのように考えています。えー、なるべく北海道の単独ではもう JR 北海道守りきれないのであればまずは知事に東京へ行っていただいて東京からこの JR 北海道を守るための。 それから交通インフラを守るためこの北海道自体にですね、交通インフラが壊れるということは住む人たちも少なくなるそうするとですねやはり今中国資本が土地を北海道の土地をどんどん買い進めているようなことがどうしても起こりつつある起こってくるということでそれから我々の食料もですね200% 自給食料自給率200%のこの北海道の中から食料を持っていくときにでもですねやはりこのような形のものがあればですねやはりそういうようなものを使って内地に持っていくことができるということでですねこのあたりもアピールしながらできれば北海道のこの JR の問題知事にリーダーシップを取っていただいて解決をしていただきたいかように思います。 え続きましてのニュースは IT 大手アリババ集団がですねえ北海道モールということで北海道この地域単独でのアリババ出店をは世界初ということで北海道に北海道モールというのを作りそして北海道の食料品海産物等そのインターネットで販売をするというような事業に乗り出すということでえ新聞に出ています。このの問題ですね例えばあのー 今日の新聞によりますとです、ねえー、要するに新型コロナウイルスの感染拡大を受けた臨時休校や飲食店の営業自粛で国産の牛乳を使った牛乳や生クリームの需要が減っている、そのため農林水産省は国産の生乳で保存がきくチーズやバターを作る事業を,を支援すると。 生乳の生産は56月がピークで牛乳や生クリームの生産に回れば保存が効かず破棄することになってしまうということでですねやはりあのこういう学校給食がなくなって牛乳が少なく、えー、消費が少なくなってきたそれから北海道の場合はこの経済状況の中で,です、ね、北海道産のものがなかなか売れなくなってきたというところをです、ね、このアリババという集団があのそこからその 作ったものを世界的に回すというようなことをしていこうということなんですけれどもこの問題やはりちゃんと考えなければいけないのは食料っていいううのは安全保障だということこですよね、えー、先ほども本当に危機だという時の、えー、危機の4種類があるとすればですねやはり戦争それからパンデミック今回のですね、えー、世界的なそのウイルスの流行 そそれから大災害、そして食料,危機なんですよ食料は当然この4つの4本の柱の中に入ってくるその食料特に北海道は日本の中でも食料自給率200%という状況の中で北海道が日本の食料供給基地になっているとこの現状の中で,です、ね、外国特に中国のそういうような資本の入った会社が北海道に来てそのような食品なり 農産物なり海産物なりを持っていってしまうということがこれいいのかどうかということなんですねこれはもう当然政治北海道議会や知事ならびに日本の安倍首相がですね政治がこれにストップをかけない限りどん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 ,どん進んでいくそして今この、えー、チャイナウイルスの問題が収束した後には多分食料難が来るのではないか。 でロシアインドではですすねももううう穀物の輸出を禁止をしたとというようなことも入ってきますそれからオーストラリアやアメリカがその辺りの行動に出た場合はこの日本はどのようにして食料を、えー、補給しながら国民に与えてくれるのかということの問題がすぐ出てくるんですがこれも何も声が上がらず着々と北海道の農産物それから海産物 それから酪農の乳製品等をです、ね、外国に出していくということが続いてくるということです北海道の土地が買われていると同じことがです、ね、またこの北海道を舞台に行われるこの状況を見るとです、ね、中国多分北海道を問いに来ているというような話が出ていますけれども確実にこの北海道をどのような形かは分かりませんが中国の 使いいいいやすい地域にしたいとといとうことはあありありと見えてきてきいいるととうことでありまえ特に北海道物産展東京では本当に人気だという北海道物産展ももう今や中止というかもうできない状況になっている中でこのような北海道の乳酸品それから食料海産物等がですね中国それから世界に流れるというようなことはやはり政治的に止めていかなければならないと。 いうことなんですこのアリババという企業はですね北海道に、えー、これだけ厳しい状況の中手助けしますよというような顔で入ってくるこの善人の、えー、顔をして入ってくるということなんですがあのニーチェがですね善人の及ぼすす悪悪に勝る外悪はないといいとう言葉を残しています、えー、やはり悪人はですね善人の顔をして入ってくるということを我々は肝に銘じてこの問題も考えていかなければならないのかなという。 気がします、えー、続きまして、えー、今の中国はですねチャイナウイルスをこれだけ世界にばらまきながらですねいまだにあの拡張主義を止めていないということがいろんな新聞の情報の中から分かるということでこの辺りを、えー、今述べてみたいと思います。えー、香港民主,民主派を大量逮捕と この状況の中で私たちが今、チャイナウイルスの問題で目がそこに行っている間にですね民主、香港民主派を大量逮捕したということで、元総督の一国二制度を葬る第一歩であるという非難も出ています。えー、香港当局は19日までに違法集会参加などの容疑で逮捕した民主派の主要メンバーら15人を全員起訴し、そして香港メディアが、 ここのよううに報じたということいでですね、そのメンバーの中にはですね、民主党派政党の民主党の初代主席で香港民主主義の父と言われたマーティン・リーそれから民主派寄りの香港師アップル・デイリーの創業者ジー・ミラー・ライそして民主党元主席で1989年天安門問題の天安門事件の追悼集会などを主催してきたアルバート・ホー このような方々をですね、香港の両親と言われている方々を逮捕し、そしてまた香港に対する圧力をかけ続けているということであります。そのほかにもですね、中国は南シナ海に政策、南策というふうに、南シナ海に新行政区を作ると。このような形で一度ですね、国際司法裁判所、国際仲裁裁判所ですね、あのハーグの 国際仲裁裁判所にフィリピンが提訴しそしてその裁判所では全てが中国が違法であるという判決が出ているにもかかわらず習近平共産党はあんなものは紙くずだというようなことで無視をしてきたその流れの中でまたここにですね自分たちの新しい行政区を作ってきたということで。 なかなかこの拡張主義が止まっていないそのほかにもです、ね、例えば、まあ、尖閣なんかは連日領空、領海侵犯だとこのような状況の中でも、えー、拡張主義が止まっていないということを我々は忘れてはいけないとかように思いますまたあの中国は小規模な核実験をしたのではないかとこれはアメリカからの情報としてです、ねえー、報告書は新疆ウイグル自治区のプロノルの核実験場で活発な活動が続いていると。 指摘、爆発を封じ込める格納容器の使用や広範囲にわたる削削掘削活動現地から包括的核実験え禁止条約機関への観測データの送信が頻繁に遮断されているということを挙げてです、ね、アメリカが核実験もしているのではないかということであります。今中国はです、ねえー、国は内の問題をまた 外に点火しようとしているのではないかというようなことが懸念されるということで我々日本も次はですね今台湾がかなりしっかりと戦っているという中で下手をすると香港台湾沖縄尖閣というような構図だったのがですね香港からこの沖縄北海道というような構図にな,りなる可能性があるのではないかということを私たちは心配しなければならない。このこのとも 忘れないでですねこのコロナウイルスの時にですね目がそこだけにいっている、えー、チャイナウイルスの問題だけであの目がそこへいっているという状況ではなくしっかりと中国のこの拡張主義をチェックをしていかなければならないというように思います。えー、続きまして、えー、最近ですねこの 危機の時にです、ね、非常事態の時にですね憲法に非常事態条項を入れるべきだというような議論がちょっと出てきているとその中で、まあ、立憲民主党共産党はこのような厳しい時に火事場泥棒のような議論がおかしいではないかというようなことを言っているだけれどもこの危機の時にですね非常事態条項緊急事態条項が憲法の中に書いていないということがどういうふうなマイナスがあるのかということをですね政治家は検証しないでですね この状況の中で話すのはおかしいというのはやはりちょっとずれているのかなと今そして立憲民主がかなり支持率を落としているということはこの危機の時にですね立憲民主は何も機能できないのではないかというようなことを国民が感じ取っているのではないかというような気がします。ややはははりり、ね、こここのののののの危機の時に対応でででできる保保守守思思想想だだけとといううすどよなやはり歴史の中で 我々が学んできたことそれから経験してきたことをですねこの危機の時にもう一度復活させなければならないその時にやはりこの国会でですねやはり緊急事態条項非常事態条項がなく特措法でこのような対応をしてきたことによっての要望なり指示なりしかできないこの国の状況の中で危機の時にやはり必要なのではないかという議論をですねやはり政治の場で 今かからそろそろろやっていってていいいいものではななとううような気がします、えー、例えばこの国の憲法の全文平和を愛する諸国民の公正と審議に信頼して我らの安全と生存を保持ししようと決意をしたとこれがまあ今の我々の日本国憲法の全文なんですがこの全文をもう今の状況の中で信用している人がいるんでしょうかということなんですよ。戦後70数年間 北方領土はロシアが,実ではロシアが不法占拠をしていますそして竹島は韓国が実効支配そして北朝鮮に至っては国民を拉致をしているそれも北朝鮮という国は認めているんですその中でまた中国はこのようなチャイナウイルスの問題を起こしながらもですね尖閣には連日領空領海侵犯を続けている。 この状況の中でじゃあこの国の周りに本当に優しい国がそして平和を愛する国がどこにあるのかということも考えなければならないだから憲法改正っていう条項が憲法の中に入っている以上はですね憲法改正の議論は別にしておかしくない話なんでこれこそが憲法の中に書かれていることなんですから。 ただどこを変えるかそういう議論にはなろうかと思いますけれども今回の非常事態にあたってですねやはり非常事態条項を憲法の中に入れそして憲法を否定するような出来事がこの国家の中には起こりうんだということを国民が共有しない限りこの国が先ほども言いましたが食料もなくしそしていろんなところの紛争に巻き込まれた時に自立で我々だけが戦っていけない状況の中でですね このの問題ままた浮上してくるのかなと思いますだから憲法改正をしろとか改正をするなとかという問題ではなくてやはりこの国がこの状況では生き残れないのではないかというところをですねやはりしっかりと国の政治には今回の経験からですね議論をしていただきたい、まあ、今回のこのウイルスの収束した場合にですねやはりもう一度我々は総括をしなければならない。 七十五年前のあの戦争、我々総括をしてこなかった。結局戦争が悪いだけで済ましてきたことがこの七十五年後にこのような本当に寝ぼけたような国家になってしまったということを我々は考えなければならないかなという気がします。今回のこの危機をですね、やはり一つの教訓としながら我々は何を学ぶのかということを政治家から声を上げていただきたい。まあ政治家が二割の えー、給与をカットするだろうなんだろうという前にですねまず政治家がやらなければならない国民の代表としてやらなければならないことをしっかり見せていただきたいという気がします、えー、続きまして、えー、今やはりチャイナウイルスが本当に猛威を振るっているこの現状の中で、えー、我々の、えー、生命それから我々の安全を のたために戦っていただいていいいだる、えー、医療従事者の方々この方々にですね我々は本当にエールを送りたいということでまあいろんな歌を歌っていただいている方々もいるしということなんですけれどもやはり最大のエールはですねやはり国家が、えー、今足りないマスクそれから、あのー、防護服このようなものをですねまずは医療現場で 十分使える状況にまずすべきだだととということだと思うこ思んです、えー、歌のエールも分かりますけれどもそういうことではなくてやはり物がきっっちり揃っていますとその中で十分にその場で戦っていくことができるということをです、ね、私たちはあの医療現場の人たちにそういうようなことでエールを送るしか方法がないであろうというような気がします。 えー、この問題いろんなことで,です、ね、世界が医療現場でいろんな問題が起きてるそれはもうあそこが最前線ですしあそこが戦場になってるからなんでこのままで本当にこの日本も医療崩壊にならないのかと言えばまだまだ分からないそして病院の先生方は必死に戦っているその中で,です、ね、我々はこの人たちの努力に何としてでも報いそして 最悪ですねイタリアまたアメリカのニューヨーク等で起きたような彼らに命の選別をさせるようなところまで追い込まないこれがやはり国家の使命であり国民の我々が声を出していかなければならないところだろうとかように思います、えー、命の選別本当に簡単なことではありません一人の命を削って一人の命を助けるという行為これは本当にね戦争と同じ行為なんです このような中で安倍首相は第三次世界大戦であるというようなことまで言っているんであればこの戦場で戦っている戦士の方々に十分な休みがなかなか取れることはないかと思いますけれどもマスクなりそういうようなものでないまあ今日一日この1枚しか使わないというような状況をですね何としてでも抜け出してきちっとした その物資だけでも補給をしていただけるそのようなことに全面的に動いていただかなければまだまだ足りないという声が聞こえてきます私も医療関係者でマスクはもう我々のところにはほとんど来ませんその中で、まあ、医療現場我々は歯科ですからそれが戦いの場とはた私たちは思いませんけれども医療従事者の方々病院で戦っている方々はそこが本当に戦場の中でその人たちの命を救うために 戦っているわけですそして先ほども言いましたけれどもこのまま悪,悪化してくると命の選別までいかなければならないということになります、えー、人工呼吸器この国ではどのように作るんでしょうか外国では戦時ということで市企業にどんどん作らせているそして ICU はこの国は新自由主義の政策の中で ICU の数をかなり落としているイタリアの半分ぐらいですかそのぐらいの ICU の別途数しかなないいいという状況になっているこれも今までの政治が新自由主義で走ってきた政治がこのようなことを行ってきたというわけですしかしこの国には皆保険というですね世界に簡単な皆保険があったそのことによって医療の水準がかなり高いここでもどうにかこの国の感染を抑えているということでありますから医療従事者の方々には何としてでも 自由に、そして物がふんだんに使えるような状況だけは作ってあげなければならないと思います安倍首相、先ほども言いましたけれども、えー、危機、クライシスには決断要するに決断なんです首相の決断で全てが決まってくるどうにかこのような物資を早めに医療現場に届けていただくようにお願いをしたいかように思います、えー、今日のピックアップニュース以上です。 えー、いろいろなことを述べてまいりましたけれども、えー、この危機で先ほども言いましたがクライシスそれには決断ということですがその次にですねクライテリオン基準これがこの危機の時に浮かび上がってくる例えば東日本大震災の時には家族がそして自衛隊という組織があの時に頑張ってくれたもう今回のですねチャイナウイルスの時にはですねやはり国家がしっかりしなければならないそれと病院という組織が これだけ活躍をするイギリスが先ほども言いましたけれども会社にお金を入れて雇用を守るこういう組織を守るイギリスはやはり保守の国ですから我々日本人よりもですね一日の長があると思われるのはですねその辺り要するに共同体組織を守るそれは家族から国家までというこの 組織以外にですねこの危機に対応することができないということがまあクライテリオン基準として我々は今回分かってきたのではないかというような気がします、えー、この部分でもですね今後このような組織をどのように守っていくのかこれがやはり国家としての大切な役割ではないかとかように考えます、えー、以上こちらチャンネル桜北海道でした、えー、明日もどうぞご覧くださいありがとうございました。